いや、皆さんどうもこんにちは。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 捕まっちゃいました。結構、僕、今回公然わいせつ捕まったんですけど、私一人で。あ、ちいな、お前どうせお前も公然わいせつやろ。いえ、あなただけです。え、ちなみに僕の罪状は日常組の死神さんっていう方のおすすめの猫の。おい、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 おはよう、はい、おはようございます。おはようございます。マリベマリベレーヨ監獄へようこそ。わかってねえじゃん。なんだぞあいつ。子供のしい。お、誰だ今の。いや、まあ、もう日数減らすぞ。いや、そういうゲームじゃないから。すいません、すいません。あれ見たことあるのお前ら。え、いや、全然見たことないですよ。全然俺初めてなんですけど。誰ですか。誰かな。俺、レアムだ。とにかくお前たちの今日のあの刑務作業のあの場所に案内するからちょっとついてくる。わかりました。はい、はい、はい。あの人も後で作業するんだ。そうなんだよな、一緒に作業するんだよ。一緒に作業してくれる。偉そうにしてるんだけどな。優しいのかな。優しい。さあ入れ先輩から。ここだ、ここ。すげえ。おお、マークの圧が。わいせつ物入れ。疲れます。わいせつ物入れって今言った。じゃあこれからお前たちには刑務作業してもらうか。はい、ちょっと待っててくれ。もう一人連れてくるか。あ、もう一人いるのか。あ、もう一人いるの。遅刻とか、遅刻とか許せねえ。ほんまな。いや、ほんま集団行動できへんとかないわ。クソやで、クソ。すいません、遅れました。すいません。あれあれ、遅れました。すいません。え、さっきの人です。あれ、レアム、レアム。いやいやいや、日常組のトラゾーって言います。お願いします。あー、どうも。レアゾーさん。え、ちなみにトラゾー、レアゾーさん。あ、レアゾーさん、レアゾーさん、誰だ。レアゾーさん、レアゾーさん。はい、じゃあというわけで、でひっくりなプリンセススタート。イエーイ。トリックインザプリズン、ルール説明。このゲームは人狼ゲームのように正体を隠し、他人の役職を推理していくゲームです。ここには囚人たちが収監されており、その中で刑期を全うして更生しようとしている模範囚の中に脱獄を企てる脱獄囚たちが紛れています。模範囚陣営の役職は模範囚、情報屋、調達屋、覆面監守があります。模範囚は特殊な能力を持っていません。情報屋は脱獄囚陣営のプレイヤー全員が分かります。調達屋は情報屋が誰か分かります。覆面監守はクエストを有利に進められます。脱獄囚陣営の役職は脱獄囚、共犯者があります。脱獄囚はお互いに脱獄囚が誰か分かります。共犯者は特殊な能力を持っていません。このゲームの勝敗はクエストによって決まります。今回のクエスト内容は制限時間2分間でチェストに湧くアイテムを集めて指定された制作物を作る刑務作業となります。湧くアイテムは布、木材、針金、銅、鉄、基板の6種類があり、それぞれを組み合わせることでこれらのものを制作できます。覆面監守のみ基板5つを使用した高得点アイテムである盗聴器を制作することができます。クエストの時間が終了したら全員の制作物を監守に収め、監守が満足する成果を上げていればクエスト成功。成果が少なく監守が満足しなかった場合はクエスト失敗となります。しかし脱獄囚陣営のプレイヤーは脱獄に役立つものを作ることができます。この脱獄用アイテムが多いほど監守の満足度は下がります。このように模範囚陣営は真面目に刑務作業をこなしクエストを成功させたいが、脱獄囚陣営は自分が脱獄囚だとバレないように脱獄用アイテムを作りクエストを失敗させていきます。クエストに行く人数は毎回話し合い前に一定範囲の中からランダムで決まります。クエストに行くメンバーは話し合いによって決められます。まずリーダーがランダムに選出され、クエストに連れて行きたいプレイヤーを設定された人数選びます。この選ばれたプレイヤーでクエストに行くべきか、プレイヤー全員の多数決で決まります。男性が多い場合、選ばれたプレイヤーでクエストに出発となりますが、反対が半数以上あった場合は無効となり、左隣の人がリーダーとなります。これが賛成が多くなるまで繰り返されます。しかし4回連続で反対が続いた場合、5回目の選出は多数決なしで強制的にその選ばれたプレイヤーでクエストに出発となります。模範囚陣営の勝利条件はクエストを先に3回成功させること。脱獄囚陣営の勝利条件はクエストを先に3回失敗させること。したがってクエストは最大5回こなすことになります。またクエストを3回成功した場合にも脱獄囚陣営は
囚陣営には最後のチャンス、報道タイムが残っています。脱獄囚の中にはランダムで主犯が一人存在します。その人が情報屋だと思う人を一人攻撃し、見事当てることができれば脱獄囚陣営の逆転勝利となります。また情報屋を攻撃する前に一度だけ覆面監視だと思う人を攻撃することができます。この時見事覆面監視を当てることができれば、情報屋を攻撃するチャンスが2回に増えます。ルール説明は以上です。皆さんも一緒に推理してみてください。いきます。はい、この後皆さん席ついてください。はい、これどこだ、さっきの席じゃねえのか、席変わってる、あれ、うわ、今日席変わってないかよ。あ、寝れるわ、ここは絶対。また俺、隣ティーノさんと死にかけた。あ、あ、私だ。ドラゾーさん。よし、俺以外を選ぶぞ。いいぞ、いいぞ。こっちも楽しいな。あ、なるほど。もう、一旦これです。やったー。で、あと一人。ドラゾーさんに。あ、この5人、5人。やだよ、ペンティケ多い。5人。はい。いや、これは最初はどっちもないの、これ分からない。じゃあ、じゃあみんな投票、はい、OK ですか。はい、いきますよ。おいおいおい、やったー、みんなもう、いっとけって感じかも。いや、いっとけ、いっとけ、いっとけ。まあ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 、いいでしょう。じゃあ、いっとけ、分かれて。あー、そっか、通話行くのか、初めてだ。あ、初めてだ。あ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。あったまじゃん、行ってらっしゃい。シャバの空気はうめんすよ。シャバの空気、いや、シャバじゃないんだけどね。あ、これ光ってないや。光った。あっちだ、光ったの。光った。あ、大丈夫。え、いや、もうこれ俺初めてだからな、本当にやばい、やっぱマイクラ楽しいな、このゲーム。何人楽しい。今日5人だよ。5人か、結構多いな。そうですね。ちょ、みんなちょっと今回はちゃんとみんな頑張ろう。最高点目指そう、最高点、最高点。そういう競技になってるもんね。200点ぐらいやっちゃおう。あ、ごめん、やばい、やばい、かぶってるかぶってる、やばいやばい。ガチアイテムない、マジでない。全然さ、全然ない、全然ない。そうなんだよ、本当に。ちなみに、ちなみにちょっと建設的な質問していい？さっきのターンでシャオロンさんと金時さんだけね、まああの反対をしてたんだけど、これはなんでだろう、ちょっと聞きたい。やっぱ自分が入ってないっていうのは、ああ、反対理由に、先ほどの理由ね。そうね、俺はほら、あの赤がちょっとに、あ、なんでもないです。なんでもないです。でもなんか雰囲気的に全員賛成そうだったんで、まあどうせ賛成なるんだったら、なるだろうなって思いながら。かわいそうだもんな。手あげますよ。了解です、了解です。やべ。あ、ちなみに僕今、鉄インゴット3と、あとレンガ1個と、あの線路みたいなの持ってるだけ。マジで。マジで今、本当に走り回ってる、頑張って。あー、くそ！いや、アイテムないな、ほんと。ちょっと死神さんに取られた。取られたって、僕ずっとここにいますよ。あ、やばい、そろそろ時間やばい、時間が、そっか、そろそろ行きましょう。2階で、とりあえず自分で高得点のやつ作って、余ったら言えばいい感じですか。オッケー。僕どう余ってるんで、どう足りない人。なんで死神くん基盤落としたの。え、いらないから。なんで基盤ポイしたの。いらないからポイしたんだけど。ちょっと鉄欲しいな。何が足りないんだ。誰か、レンガ。あ、でもインコともない。あ、なんもねえ。あります。あ、とりあえず連打するよ。うん、連打する。今余ってるの銅だけ余ってる。欲してる。服はとりあえず作って大丈夫。銅は作れるな。銅はもう銅作る。あ、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 困っちゃったよ。あ、いや、シングルアイテムがそんだったら、そんな問題ないよ。初めてのゲーム作業。これね、ちょっと難しいですよ。難しいでしょ。心なしかった。読みますよ。絶対あった。はい、結果発表。あ、違う。え、何でしょう。え、何か。あ、確かに。ああ、ごめん。結果発表。ああ、いいね。いい結果だよ。いいよ。いいね。130。130。よっしゃ。30。いけ。おい5人なんだ。これ逆にこれ
さっきと同じ人数で言ったら面白いんじゃないですか。え、さっきと全く同じ人数で言ったらこれ面白いんじゃないですか。でも全然必要はない気がするな。完成ですよ。確かに。仮に1人いたとしても覆面がいる可能性もあるから5人だったら、うん、さあ1回あ1回同じやつで言ったら面白いんじゃないですか。ちなみに死神くん覆面じゃない絶対に。それ言っちゃダメだから僕言ったら言っちゃダメ言わない方が。いや死神くん覆面じゃない。お兄さんほんとさな、な、な、ちょっとなんでそのこと言うんすか。なんでわかるんすかそのお兄さん。え、あ、なんもないっす。やばいっす。ちょっと怪しいっすよ目の前で。これペイントさん以外にしときます。いや、もうじゃあ俺以外にしといた方がいいかもしれない。でもこれで、これでまあとりあえずこれでダメだった場合は分かりやすいですよ。いや、あの、確実にこの5人の中にあの、なんていうの、あ、ごめん、投票しなきゃ。あれさっきと変わったのだ。変わってはない。変わってない。変わってない。変わってない。だからこの5人さっこの5人の中にあのあれ黒がいたら多分あそこ絶対次は失敗するよね。いや次は成功しにくいでしょ。無理だせ。無理だ。あら開けますか。失敗するんちゃう。うん絶対すると思う。そんな感じは。ガチでほんまに白しかおらへんから。あと言うたら誰。チャオさん、カタクナに。チャオさん、ずっと反対してる。なんか、初めて行ったぜか、すごい楽しそうだから、なんかムカついてる。嫉妬は嫉妬なんだ。あ、ムカついてる。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張って。いや、まあ正直これ失敗するでしょ。正直これね、これね、絶対失敗しますするよね。するか。いやでもここでみんながいや他の人マイナスやるだろうからプラスだなみたいな、そのノリもあるあるし、逆にやんなきゃやんなきゃって焦ってどっちもマイナスにしちゃうみたいな。いや200点いってほしいな。今回だけ逆に複数いるべこれ。逆にだからそのまあさっき言ったように盗賊がマイナス、今度はマイナスしなきゃって言ってみんなマイナスしてゼロ点。ああはい。ゼロまでは。ゼロまでこれ。え、でもあそこに黒がいるってのはなんで？いや、いたらですよ。いたらですよ。いたらいるかもしれないって話ね。2人以上いたら。まあでも潜伏の可能性、さすがに5人全員模範囚って確率めっちゃ低いですよ。いや、これ、賭けしましょう。上に行くか下に行くか。あ、下回るか上回るか。いいね。俺失敗。あ、俺失敗。はい、失敗。いや、待ってくれ。待ってくれ。じゃあ俺、いや、俺逆張りするわ。いや、俺逆張りするわ。逆張りするわ。逆張りする。こっち、こっち、逆張りって言っちゃってる。商品は死神さんのパンツね。あ、あれっすよ。ガチになってる。あ、やばい。あ、時間が。時間。そろそろ行った方がいい。戻るぞー。やばいね、やばい。1個分しか作れないな。やばい、それ。集まりがある。左じゃなかった。あれ、これイムっすよ。あ、こっち、違う、そっちか。いや、もう、左か。オッケーっす。何が足りないんだ。で、レンガかな。あ、もう足りない。レンガあります、俺。で、基盤余ってるんで。あ、俺、針金が足りないや。針金あります、あります。あざす。で、レンガを。あと時間が、時間が。やばい。これで作るよ、テレクテクテク作るよ、時間ないんで。うん、作ります。いや。あはは。まあまあ結構作れた。戻ります。おっつー。ただいまー。死神さん、この勝敗には死神さんのパンツがかかってますよ。上がってる。なんの話だよ。上がってるか。会議中で、その、今回目標数が下回るか上回るかで、賭けをやってた。やってるの？会議室でギャンブルしてましたもんか。ギャンブルしてました。じゃあ、お願いします。呼びます。お願いします。結果発表いいね。いいね。ニワトリの鳴き声みたいな。コケコッコを聞いたな。いいぞ。待て待て、これ余裕だわ。姉さん、待ってください。そういう賭けだったんだ。これ、島、お前反対やったやろ。
マジでもやばいよ。お座れやお前。絶対刑務所なんてない、そんなこと。じゃあまあこれは順当通りにもうこのまんま。トムさんベースで3人選ぶ感じ。お、3人だ。まあ、今の5人の中から。3人だもんね。さっきの5人誰だ。あ、確かにね。今の5人で。これ失敗したら多分もうトムさん入れても連れてってもらえない可能性はちょっとあるけど、うん、確かに。適当でいいんか。なんかありました、皆さん情報。いやー、別に俺結構協力してたんで、集めるのが大変だなーって、まあ、みんな協力し合ってたから。協力したってさ、145って結構少ないよ。そうですかね。あ、だから下げてる可能性があるってこと？ありますあります。あ、そうなんだ。うん、なんかポイントさんが言ってた、キリアンさんが遊んでたみたいな話は何なんだろう。あのね、キリアンさんが一回ね、煽りに来たよ、こっちで。ちょっと待って、チェスト出ないんで。あー、そっか。まあね、最初出ないからね。一番最初ですもんね。最初やったらね、まだ。じゃあ、苦手さん、行きましょう。一番よろしくないから。はい、はい、行きます。あ、これで行く？オッケー、オッケー。いってらっしゃい。意思決定か。ぶっちゃけはこれ、まぁ、あ、ちょっとわからない部分あるけど、マイク。うん。いやもうね、裏会話がもう楽しすぎてね。行きたくない、行きたくない、行きたくない、行きたくない。行ったからもう気抜けてるやん。もう、満足。いやもう2勝目。まあ、ここでしっかりクリアして終わりましょう。いやでも、まぁ、最後これでもストレートで。どうなるか。3クエスト目でこんな会話。あれ、新上さんが覆面ではないと、あれなんでどういう根拠やったの。そう、カイロみたいなのを、ポイしてたんですよ。はいはい、どこかに外にポイしてたんで、これないのかなっていう。覆面ではないか。そうか、ね、そう、だからポイしてたから、なんで捨ててんだろうと思って。あ、基盤をね。あれはどこで捨ててたの。いや、もう作業場に入る前のとこで捨ててた。うわ、それはね、姉さんの頭脳プレイだね、それ。ドローン2つ作れました。じゃあ1点のやつ作る。なんか板穂なってるんですよ。なんで板穂なってるんだ。これもう僕はもうバレバレなんで、一応これ基盤捨てときますね。あ、はーい。ちょ、板穂。結果は出てる。いや、これは聞いた。今のポイント増えたな、今の。いや、これ、大丈夫ですか？壁通されませんもん。石川さん、うるさすぎて近所の水を追い出したもん。マジで？出たのに。マジ。一人か。ダメなんだ。マッテルいるね。マッテルいたね。これは出ますね。え、じゃあ残りの2人で。はい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 、はい、そうですね。うわ、でもこれちょっと俺使用しますわ。使用というか白状しますと、はいはい、白状。俺全然作れてないですよ、今回。なんていや、そうだ。今回監視カメラ2つ。あ、俺リーダーがこれ。あー、全然集められてない。ポイントが2点のやつ3つぐらいやったんで。いや、そう、俺も針金がなくて金属探知機しか作れなくて、うんうん、なるほど。あ、50で買えるよ。2人も作れてないっていうのが、でも足りないという、ね、それは多分ね、僕だけで50点以上稼いでるはずなんだよな。え？じゃあどっちかは、どっちか嘘ついてるよね。話的に僕とキリナンさんがちょっとどっちか嘘ついてるっていうふうに。いやでも、そういう感じに見えてます。でも、でも、その50点も本当かどうか分かんない。そう、分かんない。それはそうです。間違いない。とりあえずこの3人は。この3人一旦外した方がまれそうですね。じゃあとりあえず入れますよ。おお、はい、うん、でも6人よ。7人から5人やろ。あと4人だよ。あと4人から4人やろ。6人、そうか。とりあえずゾムさんと死神くんとキリアンくんは意外で、でも仮にこれゾムさんと俺と死神さんの中に1人黒がいるとして、うん、今これだけだったら1人追加してカバーできる説はあるのかなっていう。ああ。ガスワンと一人材料。ガスワンも誰かと。あと一人選出どうするかだね。ガスワンもペンペンさんが人にあるんですよ。全く参考資料がねえな。もう当て感。出していないんですか。チームがいいと思いますよ。確かに。でも行ってないやつ、あれだね。誰がいい？僕の可能性結構高いですかね。でもトラゾさん鬼だよ。これ情報ややけど。でも、お前、他に一郎って言いますね。
他に白の人。他に白の人います。いくら、いくらで。お前お前のことをやる。じゃあ、シャオさん、シャオさん、シャオさん、僕ゲットした死神さんのパンツで。ああ。はいはいはい、中の白です。オッケー。絶対違えよ、もう。何じゃあ、じゃあ、俺選ぶよ。いいよ、俺選ぶよ。いいよ。反応するか、あの、反対するか、ないかは、はい、君たちが決めてください。はい、じゃあ、はい、塩、塩いいですか、今。いいよ。いやいや、待て今までの塩はおかしくない。今までの塩はダメでしょ、絶対。僕、誰ですか、調達屋の塩を。え、なに、挑発屋？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 情報屋が分かる人ね。情報屋が分かる。あー、はい、情報屋が知ってるね。だから、僕は一応白です。なんで、入れてもらって構わないです。バチバチ。あー、確かに、じゃあもう中も選ぶし。この太鼓いないってことは多分本物だし。そっかそっか、太鼓出ないわけないですもんね。まあ、ちなみに僕なんですけどね、本当に挑発屋は。何が起きてるの。じゃあもう選ばないで正しいじゃん。何が起きてるの。じゃあもう中村さんとコネショさん消えたでしょ。選べない。消えたね。このラフなのはいけないよ。え、俺じゃあ情報屋だから選んでもらってもよくない。これに対しての対抗は出ないよ。誰かトラゾーさん鉄板な気がしてきた、本当に。コネショさん、ちょっと待ってください。これでシャオロンさんに入れないのはなぜ。いや、ちょっと待ってください。はい、小根島さん調達屋ですか。そうですよ。じゃあ僕抜かないで、小根島さん入れてください。僕模範囚です。なんで、小根島さん入れた方が多分クエストセーブ。あー、模範囚のスライド。はい。あ、君強靭語りじゃなくてスライド語りだったんですか。スライドです。だから僕入れなくていいんで、小根島さん入れてください。じゃあこれ逆にそう、このスライドをシンと置けるかどうかはまた気に入って。他に調達屋の人いないですよね。